ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。旅行映像シリーズ、広島山口編。第12話のテーマは、やはり萩から明治維新が起こり、現代の日本に繋がっていると思いますから、その原動力、そして現代日本の基礎を作り上げた人々の歴史のままと美味しいものを探す旅をしてみたいと思っております。山口セントラルパスに萩市内を循環する萩マールバスの乗車券含まれています。5時間ぐらいしかいられないんですけれども、可能な限り拾い上げて萩市内の一人旅満喫したいと思います。予定としては2話構成です。現代地の東萩駅を中心に行き先を西と東に分け、本作では高杉晋作や日下玄瑞の生まれた萩城城下町を歩きます。ぜひ最後までご覧ください。早速、萩マールバス運行しているということなので、バス停を探して移動します。実は萩駅が萩市内のかなり南側の方にありまして、個人的な意見にはなるんですけど、市内へのアクセスが不便に思われるんです。なので、実質的に東萩駅が萩市の玄関口と言えるのかもしれません。一方で、東萩駅の駅前に萩マールバスの停留所があるとこの時は少しも気づいていませんでした。後になって天然すぎると感じながら逆に鈍感だったおかげで萩橋渡っていたら不思議な光景を目にしました。漁師さんたちが何かしてますね。気になるので聞いてみましょう。おはようございます。すみません、何か撮ってらっしゃるんでしょうか。シロウオ映しても大丈夫ですか。あんな感じの仕掛けで撮っていらっしゃるんですね。川の中に沈めた網をゆっくり引き上げると本当だ、かかってるかかってる。バタ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 飛んでるのがシロウオらしいです。漁師さんの素晴らしいお仕事を垣間見ることができた感動を胸に萩城下を目指したいと思います。昨日宿泊した萩トラベルインさんでチェックインした時に萩マールバスのバス停の場所を記した地図をいただいています。そのバス停目の前にありました。工房寺前、現在の時刻が午前8時40分4分後に来るようです。このバスで高杉晋作の生まれた場所行ってみようと思います。山口セントラルバスの出番です。あ、バス来ました。事前情報では山口セントラルバス利用可能だって聞いていたんですけど、運転手さんにこの話をしてもよくわからないとおっしゃられて、結局交通系 IC カードでこのバスに乗っています。どういうことなんだろう。武家屋敷に近そうな萩看護学校前というバス停におりました。結局 IC カードをタッチして降りることになってしまいました。余談にはなりますが、その萩看護学校さんというのがここです。ここで未来の看護師さんたちが生まれていくんですね。バス会社さんに確認が取れました。やっぱり山口セントラルバス使えたみたいです。ただ運転手さんが把握していらっしゃらなかったようですね。気を取り直して維新志士たちの生まれた場所、ここからそう遠くないらしいので向かってみようと思います。萩城と外堀、ここが外堀の役割を担っていたんですね。何か縄文のようなものが見えます。あれは一体何でしょう。しかも毛利家の家紋も見えます。こちら北の総門というらしいです。萩城の三の丸と城下町を分ける門だったんだそうです。現在のものは平成16年に萩開府400年を記念して復元されたものなんだそうです。
この外堀沿いを南に下っていったところに高杉晋作や明治の三傑とも呼ばれている木戸孝允が生まれた史跡があるということです。あれは誰かな、なんか銅像が見えますね。ちょっと行ってみましょう。田中義一大将。詳しい解説はこちらを見ていただくとして、近代の軍人、政治家、男爵田中義一についていくらか理解できたので、信号が変わるのを待って、高杉晋作をはじめとする維新志士たちが生まれた萩城城下町に入っていきました。わらじさんというお店の前に高杉晋作に関する説明看板見つけました。20代でエネルギッシュに活動した力強さ、すごいなって感じます。この辺りすごいです。白壁の建物が遠くまで続いてます。古式ゆかしい昔の街並みを歩き続けていると、こちらの萩プリン亭さん、とても面白いプリンを出しておられます。実は前回の配信でお世話になったスーパー萩号の中で出会ったおばあちゃんが、萩に面白いプリンがあるからぜひ食べてみてと言われたんです。お店の方からもお許しいただきましたね。ショーケース見させていただきます。これですね、いちごミルクといちご。店内でいただくことを申し出てほどなく、スタッフの方がいちごといちごミルクを用意してくださいました。店内こんな感じになってます。ここに2つのプリンがあるんですけど、どっちからいただこうかな。まずはこっちから。ラベルを剥がして、簡単に歩いた中身こんな感じになっています。ゼリーっぽくなってて色合いもいいですね。一口すくってみると、このゼリー感がすごくいいです。口いっぱいにイチゴの甘みが広がってきますね。で、ゼリーが全く邪魔をしていない、もうプルプル。次はこちらのいちごミルクです。開けてみるとこんな感じ。これはこれで弾力といちごの甘さが爆発しますね。店員さんがいらっしゃるんで面白いことを言おうと滑りました。お詫びします。萩プリン亭さんで2種類のいちごを使ったプリン楽しませていただきました。さて、萩プリン亭さんのお隣もまた面白い城下町ビアさんがテレビの取材を受けているので遠慮させていただいて、周辺よく見ると柑橘系の実がなってます。木戸孝允旧宅見つけました。早速中に入ってみます。バックパックが大きすぎて突っかえちゃう。ここに説明があるんですけど、ざっくりこんな感じで、生誕の年より約20年間維新の三傑木戸孝允居住していたみたいです。入館料が100円かかるんだ。意気揚々と木戸孝允旧宅内に入ったものの、やっぱりちゃんとした承諾が必要だったようです。考えが甘すぎた。あ、これちょっとどうだろうな。遠征時、高杉晋作、伊藤博文、良好幼年勉学の書、配管料が必要とか書いてあるから眺めるだけにしましょう。ここで学んだんですね。
この川柳を歌ったのは井上健歌坊。萩市で生まれ、あの正岡子規に師事して素晴らしい川柳たくさん残されたみたいです。高杉晋作と出会う前に松下村塾の双璧と呼ばれたもう一人の天才と会っておきましょう。残念ながら彼の生誕の地今日の一人旅では伺えそうにないので、彼の勇ましい姿だけでも一緒にご覧いただければと思っています。そちらの銅像が草加玄瑞進撃像。高杉晋作と並ぶ天才と呼ばれながら1864年に京都で起きた禁門の変で無念の最後を遂げています。高杉晋作の広場まで戻ろうとしています。周辺こんな感じで落ち着いた街並みがずっと続いています。中国の方も萩には興味があるんですね。たくさんの方と今日はすれ違いました。ニーハー。こんな感じでありました、ありました、ありました。ここが晋作広場、高杉晋作立志像がある場所です。あ、ついに見つけた。こちらが高杉晋作立志像です。当時老害と呼ばれていた結核によって若くして亡くなってしまったんですが、本当凛々しい顔立ちだなと思います。ちなみに晋作広場ざっくりですがこんな感じになっております。特に目立ったものはありませんが落ち着いた憩いの場になっております。騎兵隊の創設者でもある高杉晋作、一体どんな場所で生まれたんでしょうか。次は生誕の地を訪ねます。晋作広場からものの数分でした。高杉晋作誕生の地、多分先ほどの木戸孝允旧居と同じように撮影許可は得られないと思うんですが、ここで高杉晋作は生まれ、星雲の志を持って明治維新の立役者へと駆け上がっていったことがよく分かりました。白い壁が長く伸びるこの街並みをずっと歩いていると清らかな気持ちになれます。こちら簡単に説明すると、北の総門に立ってました田中義一の銅像、ここで生まれたそうです。萩の乱といって萩市内で武士による反乱があった時に参加してるんですけど、後に明治政府の軍人としても活躍しているということで非常に勉強になります。萩城下町ビア村田さん、どうやらテレビの取材まだ終わってないや、まだ終わってないや、どうしよう、あんまり長いできないんだけどサクッとやっちゃいますか。せっかくなんでここで飲んでいきたい、サクッと取らせていただいて、ゲットできました。ちょうどいい感じのテラス席あるんでここでいただこうと思います。朝ごはん食べていないので早速いただこうと思います。今回ご用意したものが、左からゆずエール、菊ヶ浜エール、ピルスナー、3種類の飲み比べセットと卵サンド、上にタルタルソースをのけたマリアージュです。飲み比べセットのピルスナー、いただきます。スーッと入ってくるオーソドックスなクラフトビールの味がします。続きましてこちらの青いクラフトビール、菊ヶ浜エール、これはビールなのって思うぐらい爽やかな味がします。そして3番目ゆずエール、ゆずの風味が体中に広がっていく感じしますね。続いてお料理の方を見ていこうと思うんですけど、これが卵サンドです。噛んだ瞬間の卵の弾力、衣のサクサク感が素晴らしいハーモニーを奏でてます。
最後なんですけど、こちらタルタルソース付きマリアージュ。いろんな海の幸がギュッと詰まってます。少々考えなくてはいけない事態になってきました。個人的な理由で申し訳ないのですが、萩市内を1時半頃には離れなくてはいけないんです、次の列車に乗るために。ということで、今回の旅行動画楽しんでいただけましたか？萩マールバスの乗車賃は返金対応していただいたので、本作で発生した経費は食費のみとなり、その総額は2750円でした。さて、旅行映像シリーズ広島山口編、次回配信をもってとうとう最終回を迎えます。萩城城下町から2キロ先、東萩駅の東側にある松陰神社とその周辺が最後の目的地です。どうぞご期待ください。最後までご視聴ありがとうございました。